どうも、山田です。牛丼は吉野家、すき家、松屋あるけど、松屋派だなって方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。僕がそうなんですけどね。いや、三社全部美味しいです。全部行くんですけども、三つともある時はですね、僕松屋を選んでしまうんですね。なんでかっていうと、お味噌汁がついてるから。お味噌汁。他のところだとね、プラスのお金かかるんですね。これが松屋行くとですね、ただ、素晴らしい。もう学生の頃はね、もうそれのおかげで絶対行ってました。僕は朝ごはんとか学校行く前とかにね、実は寄ったりとかしてたんだね。その頃の記憶。寒い冬はね、松屋の味噌汁が染みるんです。皆様もね、各牛丼チェーン好きなポイントあると思います。よかったらコメント欄でここの牛丼チェーンのこういうところが好きっていうのを教えてください。はい、ということで今回はですね、牛丼3社のお話から入ったんですけれども、3種類の地域限定ポケモン、皆様ご存知でしょうか。ポケモン GO ではいろんな地域限定いますよね。例えば日本限定のポケモンもいますし、他の地域、アメリカのニューヨーク限定みたいなやつもいるんですけれども、3種類のポケモンが3地域にねバラバラになっちゃってて、普段会えなくてかわいそうみたいなやつがあるんですよね。はーい、あいつらです。一種地方のポケモンでございます。今回ですね、なんと全ての国でこの地域限定がゲットできちゃうよと。色違いゲットチャンス。しかも最近ずっと色違いゲットする機会がなかったナイアンティックが、こいつ色違い取れるよって発表してないと取れないですね。超レアな色違いも今回狙えちゃうイベント発表になりました。ということでですね、3月下旬ポケモン GO 急に忙しくなりました。ということでですね、今回ね発表されましたその超絶色違い大チャンス、これについてお話ししていこうと思います。それじゃあやっていきましょう。今回発表されたイベントは2つございます。1つ目は元気にゴーダイベント。これ日程はね発表されていたんですけども、詳細が発表された感じですね。プラスですね、ロケット団選挙イベントでございます。まずは元気にゴーダイベントから見ていきましょうかね。はい、これ英語名だとレッツゴーイベントみたいな感じなんですけども、なんか元気にゴーダだとなんか可愛い翻訳だなって感じですね。さあ見ていきましょうか。はい、こちら3月21日にスタートして3月29日に終了ということで、1週間ちょっと開催されるイベントですよね。はい、こちらのイベントバナーから分かる通り、ピックアップされてるポケモンはメタモンとメルタですね。はい、どちらもちょっと特殊なポケモンですよね。メタモンは特定のポケモンたちに化けていて、メルタンは不思議な箱、この中から入手するポケモンということで、野生でのね脇っていうのはない、そういうポケモンですよね。この2匹がですね、ピックアップされているイベントということでございます。詳細見ていきましょう。はい、まずですね、メルタンですよね。こいつのボーナスが、今回はあるというふうに言われております。普段メルタンっていうのはですね、不思議な箱ですよねを解放することで、開けることで、お香ですよねみたいな効果のアイテムで、これは普段お香だったらいろんなポケモン出てきますけれども、不思議な箱からメルタンだけが出てくると、つい最近実装された大事な宝箱ですよね、コレクレイが出てくるアイテムあるじゃないですか。あれと仕様は同じですね。で、このメルタンなんですけれども、不思議な箱を開けて出てくるんですが、普段は色違いっていうのは出てこないんですよね。なんですが今回のイベント期間中ですよね、メルタンの色違いに会えるチャンスだよと言われております。また不思議な箱っていうのはですね、一回開けるとですね、もう一回使えるようになるまで日数っていうのがですね設定されてるんですよね。これの時間ですよね、この日数っていうのが、今回減少しますよと言われております。ということで普段よりもメルタンの厳選がしやすいといった感じとなっております。で、もしこちらの動画見てる方の中にですね、その不思議な箱を私持ってませんと、いつそんな入手できたんですかと、いう方ですね、いらっしゃると思います。その方のために説明しましょう。不思議な箱を入手方法はですね、ポケモン GO をですね、アプリとの連動、もしくは、スイッチで発売されたですね、レッツゴーピカチュー&イーブイですよね、これとの、連動ですね、連携、することでできます。まずレッツゴーピカチュー&イーブイですよね、こちらの場合はですね、ソフト内のですねストーリーを進めるとですね、ポケモン GO と連
連携できるですね、Go パークというところですね、がございます。ここまで進めることで、お互いの連携させることが可能となります。ここの連携に関してはね、ちょっと長くなっちゃいますので、この方法をやりたい方はですね、ぜひぜひちょっとね、調べていただいたりとか、あんまゲームズのページ見に行っていただいても構いませんので、そちらに確認いただければなというふうに思います。で、より簡単な方ですよね、ってのはこちらですよね。ポケモンホームとの連携です。スマートフォンでも利用できるポケモンホーム、こちらと連携することで、不思議な箱を入手することができますよと。受け取った不思議な箱を開けることでメルタンが出現します。はい。こちらはですね、アプリですよね。で、ポケモンホームって入れることができます。で、じゃあ、ポケモンホームって何かっていうとですね、これは、ポケモンですよね、のソフト間で、そのポケモンの移行するときですよね、に、使用する、ものでございます。これ、ポケモン GO の、ポケモンです。まあ、レッツゴーピカチュアのイーブに送ったりだとかもそうですし、既存タイトルだとポケモンのソードシールドですよね、の方に送るとか、そういったことをするときに一旦経由する、そういったものでございます。今からね、なんかそのスイッチ持ってないよとかっていう方だったら、基本的にはポケモンホームとの連携ですよね、の方が現実的なのかなというふうに思います。ということで、不思議な箱ですよね、こちらを入手してメルタンを捕獲、今回のイベント中しましょう。で、今回ですよね、XXS や XXL のメルタンには、どうやら出会いやすくなるよとのことでございます。そして今回ピックアップされているもう一匹のポケモン、メタモンなんですけれども、これがですね、新たに変身しているね、野生のポケモンっていうのがいるよということだそうです。この辺の、8匹ですね、ディグダベトベタブルーニヘイガニムックルダンゴロータマロシシコということで、この辺のポケモンですよねがいたらですね、タップしておきましょう。メタモンかもしれません。そして、イベントボーナスですよね。このイベント期間中はですね、博士にポケモンを送るとですね、雨が2倍になるんですよね。ということで、ボックス整理大チャンスでございます。このイベントですよねのちょっと前にですね、皆様コミュニティでやるんですよね。はい、ということでボックスがパンのパンのパンになっている、そんなタイミングだと思うんですけども、そこにこの転送時雨2倍くれるっていうのはこれありがたいじゃないですか。だからこれね、宿のコミュで終わったらですね、ちょっと我慢して、置くっていうのはありだと思います。で、1点注意なんですけど、ヤドンコミュで前にもきっとボックス整理すると思うんですよね。この時に雨確保したいなっていうやつはあんまり送らない方がいいということですよね。それを送るのはこの21日からにした方がいいということです。なので、どっちでもいいかな。雨なくても、よく野生で湧くし、みたいな、そういうポケモンをですね、ヤドンコミュで前のボックス整理ね、送ってあげてください。あとはコレクションチャレンジですよね。メルタンと遭遇できる、コレクションチャレンジがございます。経験値も美味しいですね。で、ここ超重要です。野生のポケモン見てください。今回出現するイベントのね、対象ポケモンたちですよね。さっきメタモンが化けてるよって言ったポケモンですよね。がいる中に、ヤナップ、バオップ、ヒアップがいるんです。はい、この中のヤナップしか普段日本では取れないんですよね。バオップ、ヒアップの捕獲チャンスなんです。はい、この2匹ですよね。僕はですね、昨年か北海道のイベントですよね、こちらに今対象となっておりましたので、取りに行ったりとかしたんですけども、そういう感じでですね、普段こいつらをゲットするためにはですね、特定の国に行くか、そういうピックアップされている地域限定のイベントに参加するとか、そういうのが必要なんですけれども、今回はそれをやんなくてもいいと。激アツじゃないですか。皆様、一週間、絶対にバオップ、ヒアップ、捕獲しましょう。そして、色違いを取りましょう。僕さっきボックス確認しました。バオップとヒアップ、どうしても色違い欲しいから必死にやってました。で、見てみたらですね、ヤナップだけいませんでした。なんでそんなことが起きる？日本にいるんだよ、俺ずっと。なんなの？どういうこと？捕獲数もヤナップの方が全然多かったのよ。なんかよくわかんない確率の壁を超えておりました。なので僕はこのイベント期間中、バオップとヒアップではなくてヤナップの色違いを狙います。あとはレア枠でですね、ヤブクロ、ガラルマッキョ、ヌメラ、この辺もいますので、この辺も出ていたらしっかり捕獲しておきましょう。そしてさっき言った3匹ですよね、に関してはですね、フィールドリサーチタスクの報酬としてもいますよということでございます。なので、バオップ、ヒアップ普段捕まえられない上にですね、色違いも狙いにくい広告
子たちも狙いにくいじゃないですか。タスクからも狙えるんでしっかり拾っておきましょう。あとイベント期間中のレイドボスですよね。メガと、伝説レイドですよね。が、書いてありますね。メガレイドは不思議花が、3月の28日までで、でイベントの終盤ですよね。から4月の10日までがメガフーディンですね。で伝説レイドがボルトロスの化身がやって、その後がルギアに切り替わるとのことでございます。まあ、ルギアちょっと飴集めたいかなって感じですかね。さあ、それではここからですね、ゴーロケット団選挙イベント、こちらもですね、お話し進めていこうかなというふうに思います。はい、イベントバナーに載っている通り、やはりレジ系でしたね。レジ系で続きましたね。今回はレジアイスを、どうやら、榊が使ってきてくれるとのことでございました。詳細見ていきましょう。3月25日から29日まで、ちょっとイベント期間短いですよね。ロケット団選挙イベントということで、まあ、5日間なんでね、少ないですね。で、今回ですよね、まず榊の手持ち変わるんですけども、それだけじゃございません。リーダーですよね。3人のリーダーも変わりますし、あとは新しいシャドウとかね、この辺が出てくるよと、下っ端たちも変わってくるんで、だいぶラインナップが、こう入れ替わる、そういった感じになっておりますね。榊の手持ちが、こちらアイスレジアイスに切り替わりますよと、あとスーパーロケットレーダーですよね。こちらも、新しく配布されますよというふうに発表されました。でリーダーの手持ちに関してはですね、まだ何になるのか分かっておりません。なのでまあ蓋開けてみてね、美味しいのか微妙なのかっていうのがね、ちょっと判断になるんですけれども、まあ今ちょっとね、まあ僕もやってたんですけども、あのダンバルですよねっていうのをですね、まああの厳選してたんですよ。シエラさんがね出してくれるんで、ここをねまだまだちょっとこう答えちゃ欲しいなと思ってたんですけれども、なくなっちゃうということで非常に残念ですね。はい、ということで、まあ今のリーダーの手持ちですよねの厳選していた方はですね、ちょっと駆け込みで頑張りましょう。あとは新しいシャドウですよねが一応こいつらが出るよという風にですね言われています。下っ端たちからね入手可能ですね。アロラベトベッタ、ゴマゾウ、キモリ、アチャも不安定ということで、まあキモリとかアチャも御三家なんでね、はい、御三家限定技を覚えたシャドウが準備できるようになりますよと、まあ八つ当たり忘れさせた上ですごい噂マシンスペシャルが必要になるんですけどね。はい、っていうのでね狙っていけるんですけども、今回すごいびっくりしたのがですね、下っ端から色違いのシャドウポケモン出会う可能性あるよと公式にですねホームページバンと乗ってたんですよ。ということで普段は幹部からですねしかその色違いシャドウっていうので厳選できないんですけれども、もう全シャドウ狙える、これ激アツなんですよ。なんかね、さっきの元気にゴーダイベントもですね、色違いなんか熱いやつがいましたけども、こっちも熱いんですよ。もう色違い大チャンスオンパレード、もうバーゲンセールと言っても過言ではございません。ということでですね、しっかり、ロケットダップ倒しておきましょう。そしていつも通りですよね、この手のイベントの時ある、気球ですよね、やポケストップカーでね出てくるゴーロケットの数が増えますので、まあこちらですね厳選しやすい。さらに技マシンで八つ当たりを消すことが可能です。はい、皆様手持ちにですねいませんか、八つ当たり、覚えてるやつ。まあ前回からそんな経ってない気もするので、あんまり溜まってないって人もねいると思うんですけれども、必ず忘れさせるのをですね忘れないように、八つ当たりを忘れさせることを忘れないようにしておいてください。あとは不思議なパーツですよね、が入手できるでタスク等が出るよと言われております。まあロケット弾ですよね、倒すことで進むタスク系結構あると思いますので、まあこの中で美味しいやつね使っておきましょう。はい、ということで今回2つのイベントについてお話しさせていただきました。両方熱い、しかも同時進行、やることが多い、疲れちゃう、それが、3月下旬のイベントみたいです。もうね今さ、もうこれイベント発表されて嬉しい悲鳴なのよ、嬉しい悲鳴なんだけどさ、みんなさこれくらいやってたりするじゃん。うん、これくらいのまず、30分間の厳選やってる方、あとは今ってあのお子お散歩子っていうのがあるじゃないですか、ガラル山頂出るやつ。これ30分まずね、これくらいやって、お散歩子も、15分やって、でメルタンもやって、不思議な箱も開けるようになったらさ、これ1日の中でもうそのいわゆるお光景アイテムの一日のこう、なんていうの、義務みたいなものの時間が、すごい引き上がってるのね。ナイアンティックさん、同時に使えるようにしてくれませんかね。お散歩
構ガラル山頂以外の時ワンチャンスルーしてもいいかなっていう時正直あるんです。周りに美味しいポケモンいたりとかレイドバトルがある時はね。うん、なんかあのお散歩行とじゃあせめて不思議な箱とかさ、こういうのは併用できるようになんかなりませんか。検討をよろしくお願いします。はい、ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまた Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。